ハワイ在住のフィンランド人女性によるアジア旅行のエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、日本は韓国旅行のついでだったのに。韓国旅行の途中で日本に立ち寄ったフィンランド人女性が体験した出来事とは？の話題です。海外、日本はレベルが違う。世界から絶賛される日本の空港。日本の空港は世界の素晴らしい空港ランキングの上位に入っており、多くの外国人さんが素晴らしいと感じているようです。特に空港内の清潔さやスタッフの仕事ぶりなどに感動するという方が多いとか。今回ご紹介するのは、韓国旅行のついでに日本を訪れたというフィンランド人女性によるエピソードです。彼女は韓国と日本、それぞれの国で食事や買い物をして、たくさんの違いに気づいて驚いたと語っていました。一体どんな体験をしたのでしょうか。早速ご紹介していきます。冬は寒くて長く、雪が降るのが当たり前の国で育った。雪が積もれば景色が明るくなるし、雨ばかりの時期に比べたらずっといい。でも温暖な気候の国での暮らしにも憧れていた。ある時旅行で南の国に行き、寒くない12月を経験したの。雨が多くて寒くない12月なんて初めて。見たことのないフルーツもたくさんあったわ。太陽の光をいっぱいに浴びて育ったフルーツたち、そして鮮やかな緑色の木々。フィンランドとは全然違う生活ができそう。私はその時からいつか絶対に南国で暮らそうと思い始めたの。何カ国か訪れてみて、一番過ごしやすいと思ったのがハワイだった。それでハワイで暮らすようになったの。フィンランドに比べると治安の点ではちょっと不安があったけど、快適な生活を送っている。ある日取材の仕事で韓国に行くことになった。ハワイに落ち着いてからは海外旅行に行っていなかったし、せっかくだから楽しもうと思っていた。韓国に行くなら韓国から近い他の国にも行ってみたい。迷ったけど、韓国旅行のついでに日本に行ってみることにした。ハワイからまず日本に行き、韓国で取材、そして日本で一泊のはずだった。日本へ行った時、とにかく驚いたわ。日本の空港は快適すぎた。綺麗すぎるの。ハワイの空港も綺麗な方だって思っていたけど、日本の空港の方がすごい。荷物を受け取るとき、乗客のスーツケースがすでに並べてあったのには驚いたわ。しかもカラー別に分けてある。遠くからでも分かりやすい。なんていうサービスなの。日本と韓国に行ったのは3月下旬のこと。ハワイ生活に慣れていた私は、日本や韓国もそれほど寒くないんじゃないかなって思っていた。これが大失敗。ちゃんと気温を確認するべきだったわ。空港からホテルまではバスを利用したの。チケット売り場のスタッフにバスの時刻表を見てもらい、次の便のチケットを購入してバス停に向かった。バス停は空港の外にある。外に出ると冷たい雨が降っていたわ。ハワイ生活に慣れた私の体には寒すぎる気温だった。吐く息が白い。スーツケースを運びながらバス停に行くと、バスが発車した直後だった。時刻表の時間をそんなに過ぎていないはずなのに。私が見たのはバスの後ろ姿だったわ。足元から寒くなり、私は悲しい気分でスーツケースを運びながら再びチケットカウンターへ戻った。するとカウンターのスタッフが素早く私に気づき、こう声をかけてくれた。間に合いませんでしたか。次の便に変更しますから少々お待ちください。って私が何か言う前にスタッフの方から言ってくれたのよ。その時カウンターは空いていたから、たまたま私を覚えていたのかもしれない。だけどバスに乗れず、寒くて悲しい気分になっていた私は、そのスタッフの言葉に救われた気がしたわ。しかも最初の時も変更の時もスタッフはずっと笑顔なの。なんだか胸が温まる感じがした。次のバスまでは1時間くらいあったから、同じフロアのレストランで時間を潰すことにしたの。レストランは空いていて、窓際の席に座ることができた。次のバスに乗り遅れないように携帯で時間をチェックしておこう。そう思ったらバッテリーがない。どこかで充電しないと。そう思ったら目の前にコンセントが。私は変換アダプターを取り出して早速充電し始めた。オーダーした
したドリンクを飲みながら過ごしているうちにレストランが少し混んできた。でも全然うるさくないの。多分私以外はみんな日本人だったけど、みんな静かなのよ。大きな声で会話する人がいなかったわ。バスに乗る前にトイレに行ったんだけど、トイレも素晴らしかった。たった数時間の間に日本の素晴らしさを知ったような気がした。空港だからサービスがいいのかもしれないけどね。日本では一泊して東京を少し見て回ったの。どこに行ってもスタッフの対応が丁寧で気分よく過ごせたわ。空港だけじゃなかったのよ。何かこの国は他の国と違う、そんな風に感じていたわ。そして次に取材先である韓国へ向かうことに。韓国旅行は日本の素晴らしさを知った私にとって辛いものだった。空港の売店で買い物をした時、スタッフがあまりにも愛想がなくてびっくりしたの。笑顔でもないし口数が少ない、怒ってるのって思ったわ。取材する先は韓国コスメショップ。最初はショップを外から眺めていたの。するとそこに近くにあるショップのスタッフらしい女性が近づいてきた。案内してくれるみたいなので、とりあえず彼女に続いてショップの中へ。私はどんな商品があるのかゆっくり見て回るつもりだったの。それなのにさっきの女性がずっと後ろについてくるのよ。私が見ている商品とは全く別の種類のコスメを指して、これがいいですよ、おすすめですよとか言っている。私は断って別の商品のところへ移動した。それでも彼女はくっついてくる。うんざりしてそのショップから外に出たわ。ところが別のコスメショップでも同じだった。私は商品をいろいろ見てみたいだけなのに、何箇所か回り比較的空いているコスメショップを見つけたの。そのショップではスタッフがついてくることはなかったわ。やっとよ。韓国のファッションについても取材したけど、コスメショップと同じだった。スタッフがしつこいの。自分のペースで見て回るには空いているショップを探さなければならない。これはかなり面倒だった。それにスタッフが携帯で遊んでいることが多かったわ。コンビニやちょっとしたカフェに入った時もスタッフ同士で大声で雑談していたり、携帯に夢中になっていたり。私が店内に入ってきたことに気づいていないのかしらって思うほど不愛想で、商品を雑に扱うお店が多いような気もした。レストランのスタッフの接客態度にも驚いたわ。怒っているみたいなの。周りで食べている人もうるさいし落ち着かない。料理はまあまあ美味しかったのに残念だった。そういえばタクシーでも嫌な思いをしたわ。空港からホテルまでタクシーを使ったんだけど、よく見るとメーターが動いていなかった。でももう走り出した後だったのよ。うっかりしてたわ。念のために韓国のタクシー料金の相場を調べておいた私は、言われた金額が高すぎることに気づいたの。やられてしまった。次からタクシーに乗るときはもっと気をつけないと。空港から出ているタクシーだからって安心できない。本当は韓国の次に日本に一泊してハワイに帰国する予定だったの。でも予定を変更して日本に2泊することにした。取材は終わったし、なんだか韓国から早く離れたくなってしまったから、チケットの変更手続きとホテルの手配をして再び日本へ。日本の空港に到着した私はなんとなくほっとしたの。2泊ならいろいろなところを見て回れるかも、そう思っていたんだけど、空港内で過ごした時間の方が長かったかもしれない。だって空港にあるホテルに宿泊したんだもの。もちろん空港の外にも行ったのよ。ただやっぱり私には日本の3月は寒かったわ。途中で立ち寄ったレストランではとんかつという料理を食べてみたの。ジューシーで柔らかいお肉だったし、スタッフは笑顔で丁寧な対応をしてくれた。コンビニにも寄ったけど、やっぱり丁寧なの。国によってこんなに違うんだなって改めて感じたわ。空港には展望デッキやレストランはもちろん、日本の文化を楽しめるエリアがたくさんあるのよ。日本橋の橋が設置してあるところがあるんだけど、昔はこういった橋を行き来していたらしい。日本の伝統工芸品を扱うショップがずらっと並んでいるエリアもあるの。見ているだけでも楽しいのよ。ショップはもちろん、日本料理を食べられるレストランもたくさんあった。レストランの前にサンプルが置いてあるところが多くて助かったわ。どんな料理なのかわかるもの。私は赤い富士山の絵が描いてあるお店を選んだ。日本料理ではなかったけど、パスタ料理が美味しかったわ。
空港内にあるホテルは清潔感があって、ゆっくりくつろぐことができた。スーツケースを持ってあちこち移動しないでも済むから楽だし、それに宿泊料金が安いところがいい。日本は韓国旅行のついでだったのに、初めて日本に来た時の印象があまりにも良かったから予定を変更したけど、2泊にして良かったと思う。同じアジアの国でも違うことが多くてびっくりした。そしていい経験になった。今度は仕事のついでじゃなくて日本旅行を楽しんでみたい。空港以外のホテルに泊まり、もっといろいろなところに行こうと思っているわ。以上がエピソードの概要です。そんな日本の空港や接客サービスの素晴らしさは SNS や YouTube などでも数多く紹介されており、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本は空港のレベルが違うんだよ。日本の空港スタッフは乗客のバッグを卵のように大切に扱う。そして最新の科学技術も利用する。だから紛失が全く起きないのさ。日本で暮らすようになって数ヶ月経つけど、日本人には不可能がないんじゃないかと思うようになったよ。残念だけど乗客の荷物を大切にしてくれる国は日本だけ。日本との比較は無意味だろう。日本人は自分たちの仕事にプライドを持って取り組む。接客業の人だけじゃなくて清掃員だってそうだ。日本の接客レベルは世界でもズバ抜けてる。あれでチップが全く発生しないのは衝撃的だよ。俺はもう決めている。次のバケーションは日本さ。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したフィンランド人女性は日本が気に入ったようです。次に訪れる時はもう少し気温が高い時期を選んで日本を楽しんでほしいですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。